よし。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコート、ボーカルのランです。ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、なんとこれすごい最近の話なんですけども、2月6日火曜日にですね、NHK の歌コンっていう番組がありまして、そこでですね、石川さゆりさんが八代亜紀さんの花歌をカバーするっていうシーンがありまして、それをちょっと今日見てみようかなと。これちょっと貴重だなと思って、八代亜紀さんちょっとこの前あの動画でちょっと取り上げたばかりなんですけど、はい、そんな感じでちょっと見てみようと思うんですけども、今回石川さゆりさんが、これがね、あの X で結構上がってましてですね、はいはいはい、皆さんの感想が、ああやっぱ石川さゆりさんすげーみたいな結構声が多かったんで、そう言われるとどうなになったんやろで、気になりますよね。気になるんで。気になりますよね。で NHK はこの歌コンっていうのはね、アーカイブで見れるんですよ。 NHK プラスに入ってたら、NHK プラス、見逃し配信みたいな、ね、そう NHK プラスは NHK の受信料を払ってたら誰でも登録できるんで、なるほど、はい、お金はかかってたかな、かからんかったような気がする。加入してる人は NHK に普通に、受信料払ってる人はタダで行けたはずやけど、その映像があるんですよね。これ歌コンね、こういっぱいこう扱いたい人いっぱいおるんですけどね、これずっとこういろいろ岩崎宏美さんも出てたし、ほんまですね。そうなんですよ。で昔の映像とかも流しながらとか、あと坂井正樹さんかもね出てたしとか、西川貴教さんも出てたしとか、触りたいとかいっぱいあるんですけど、今回ちょっとタイムリーな、結構盛りだくさんですね。そうなんですね。へー。で今回ちょっと タイムリーなその八代亜紀さんの曲をカバーする、はいはいはい、船歌をカバーする石川さゆりさん、ちょっと見てみようと思います。はい、はい、行きましょう。素敵な世界を八代亜紀さんがより歌で表現なさった、だからどんなに歌っても違うよなって言われるような気がして、これカバーする時のあるあるですね。違うよなって思われたら、いやどうしようみたいな。唯一無二の声の方が歌う曲って怖いですよね、カバーね。石川さゆりさんってこのイントロの入り方もすごいよな。っていうかこのブレイクところが難しいよな。ここがね、団長音のとこね。これでもめちゃくちゃこの八代亜紀さんの曲カバーするのプレッシャーすごいと思うで。怖いしかないっす、ほんと。これでもね、やっぱ石川さゆりさんちゃんと自分の解釈で歌ってますね。おお、おお、使ってる喉。そうやね。難しいな、ここタイミング。これバンドどうやって合わすんやろな。ねえ、これ私難しいっすよ、これ。これでも確か指揮者がいるはずやね。指揮者がいないとこれはできない。あ、でもなんか、いてたでしょ、ね。寒い歌つわ、これす
げえなぁ。石川さゆりさんの空気感すごいなぁ。でもこのさゆりさんクラスでないとこの曲のカバー難しくない？はい。いやーすげえ。ということで石川さゆりさんの船歌聞いてみました。思ったんですけど、うん、ものすごく八代亜紀さんが作り出してる船歌の世界観をすごく大事にされて歌ってらっしゃるなっていうのが、うんうんうん、声に出てません、うん、声にもっとなんかこう前にパーンって出して発声されるのかなと思った、うん、八代亜紀さんって前言ったじゃないですか後ろ飛ばす人っていう、うん、そこをしっかり汲み取って、うん、やっぱりその八代亜紀さんの表現するその船歌っていうのもちゃんと守りつつやっぱりご自身の歌も入ってるわけじゃないですか、うん、この塩梅がいい感じですよね、うん、なんかすごくこう八代亜紀さんの船歌を大切にされてるファンの方々っていうのを、うん、すごく配慮されてるカバーをされてらっしゃるなと思ってこれ ね、でもこの曲はねさすがにちょっと本当にそんじょそこらではちょっとカバーっていうかできないんですよ ね、 ですよね。石川さゆりさんってすごい歌い方幅広いじゃないですか。幅広すぎてびっくりしたんですけど私もう演歌できたと思って いろんな声色をできるでしょう、うんうんうん、使えるんですよ。でもこれその能力ないとやっぱこのね船歌は特に難しいかなと思うんですよね、うん、いやでも八代亜紀さんのあの声に合いすぎて、まあ、いわゆる私たちの世代で言ったらもうサザン言うたらあの声やろみたいなぐらいのレベルなんですよ。だから誰がカバーしてもこれじゃないから絶対出るんで、うんうん、あるじゃないですかそういうの、うんうん、それをなんかこう針の穴通すぐらいのすごい難しいことをなんかさらっとやっちゃってるのがやっぱすごいなと思って本当にこうやって聞くとお石川さゆりさんバージョンもいいなと思うもんな、うんうんうん、でもこういう表現の仕方もできるんだって、ねうん、ちょっと驚きますよね、うん、あそんなにこうなんかスコーンって通すような感じの歌のイメージが止めてますね。口の開き方見たら分かるんですけど、うん、だいぶ横に使ってますね。そうなんですよ。だから音をなんかこうここら辺でずっと止めてるっていう感じですよね、うんうん、もうあそこのセリフのところのあの拳回しすごなかったですあれできへんよ思って演歌の一番難しいやつやもんなあれ。そうそう、しかも音数少ないですよ。あそこの沖のカモメにって言ってあれね、そうもう一番あれ技術いるところですからね。うんうん、うんなんですよ。演歌っていうか、まあ、民謡やな、うん、そう考えると日本の民謡って超難しいよな。いや難しいですよ、ね、このなんか私こあそうくるくる回るなっていうイメージなんですけど あんな細かく音程を動かしてやるってすごくないですか。ビブラートではないけどもみたいな、うん、ギターで言うたらアドリブソロなんですよね、うんメロディーがこうなんか作ってあるようでアドリブっぽいメロディーっていうそういう感じのメロディーがそれを人間の声でやるっていうのは非常にこれ難しいんですよ、そうならないんですよ大体がね。このあそこでもなんかゾワ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 ですよねおーみたいな。だって言ったらあそこが見せ場じゃないですか、この曲で言ったらもう声が際立つところなんで、あれねやっぱりなんか技量ってめっちゃ出ますよね、うん、本当にこれじゃない感、そう分かれるな、ね、あそこで、はあ、A メロぐらいはいけるかもしれないけど、うんうんね、大きいのもうあそこでも大体決まるじゃないですか、うん、あったっていうのとあちゃんっていうのと、いや迫力がすごい。あれだから音符で表すとすごく単純なのよ、うん、沖のカモメにっていう単純やねんけど、そう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 、
この日本のさ演歌とか民謡とかいうのはさ、その単純なメロディーをいかにひねるかっていうところが出てくるから、細かい細かい細かいここに拳入れ、ここにちょっとビブラート入れっていう、すごいこの一音に対してのこのぐしゃってなるんですよ、日本のやつって。音符何個あんねんいう話だぞ、ここ表現するともう書ききれんぐらいの表現をそこでしてなあかんねんけど、それをやるのがやっぱり日本の演歌とか民謡になるから、あれ難しいよ、できる？できへん。なんかそうお化けみたいにハーみたいな感じになるじゃないですか、うん、あれもメロディーは実はめっちゃ入り組んだメロディーをその感覚でやってる、ね、でもそれをこれセンスの問題なんすかね、コウさん。これねセンスの問題、センスですねこれねやっぱそれっすか、これねトレーニングでこれをやるっちゅうのは途方もなく遠いわ。例えばもともと不器用でこれできません、全くできません、民謡の歌い回しできませんっていう人が民謡をやろうとすると、もうこれバイオリンと一緒で、あのもうほんと3歳ぐらいからやってないと、ああそういうことか、うん、ああそういうことか、もう子どもの段階でその感覚身につけとかないと、大人になってからこの歌い回しやれっていうのはほぼ不可能やと思うね俺。そうですね、何だったらそれと共に生きてきたぐらいの勢いで、うん、ずっと触れてないと難しいっていうことですよね、うん、脳みそが真っ白の時に入れとかないと、一旦そこの何色かに染まっちゃうとこれはできないよねって俺は思うかな。そう、大人になってからこれを身につけましたっていう人は聞いたことないもん。そういうことか。大体もうこういう歌い回してもともとセンスのある人がやってると思う。もともともう子供もうほんまおぎゃーって生まれた時からそういうの聞いてるっていう、もうなんか物心つく前からずっとなんか耳に入れてましたっていう感じですよね、うん、でも早くから歌歌ってるとか、もう3歳から2歳3歳からやってますって、それぐらいの規模でレベルでないとちょっとこれはできへんのじゃ、大人になってからは多分得得できないんちゃうかなと思いますね。あの音符の数書き起こしたどれぐらいあんねやろっていうぐらいすごい細かいこといっぱいやってらっしゃるじゃないですか、うん、もうなんかもう聞ききれへんぐらいみたいな。いやーやっぱ石川さゆりさんってすごいっすね、うん、すごいな、何でもできるやんこれがね何でもできちゃうやん。八代亜紀さんももちろんですけどね、八代亜紀さんも、いやでもこのね八代亜紀さんテイスト残して歌うって すごいです、うん、ほんますごい。これをなんかの MV でやったけどあれ面白かったよね、あの本当にその酒場みたいな感じのところでのこうしっぽり、ね、しっぽり飲んでるね、あれねかっこええねんな、うんうん、私はあの八代亜紀さんのあの船歌ってなんかこうちょっとなんか男前な感じの表現がやっぱり垣間見えるなっていう感じがあるんですけど、うん、やっぱり石川さゆりさんそこを逃さずしっかり捉えて歌ってらっしゃるのが、まあ男目線の歌ですからね、うん、それを石川さゆりさんってどっちかというと女性らしい方ではあるんですけど、うん、まあ、もちろん八代亜紀さんもそうなんですけども、うん、声も可愛らしい方なんですけどね、石川さゆりさんって、うんうん、それを歌い出すとこういう風な表現ができるっていうのがやっぱりこれ天才やなと思うところですね。いやもう天才飛び越えてほんまなんかもう歌の神様がついてらっしゃるんじゃないのかなっていう感じですよね。石川さゆりさんのこのさ感情の出し方すごいなと思う。すごいっすよね、いつも思うねんけど、それが演歌じゃなくてどのジャンル歌ってもせんねん。そうなんですよ、ほんまそれ思いますよねウイスキーにしろウイスキーがあって、うん、あれもそのなんか石川さゆりさんの歌い方と声でその場の空間が再生されるやんか、うん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 、そうなんですよ、なんかあのウイスキーのロックがなんかカランってなんか音鳴ってる感じの、うん、あれはね、ね、前にママがいてっていう、ね、もうあの映像出てくん ねあれを聞くと、ね、あこんなこういう声だからすごく可愛らしい人なんだろうなとかさ、うんうんうん、想像できちゃうのよね、うん、あれだけで、ね、はぁすごいな、いやいやーちょっともう度肝抜かされますねこれね。でしょ、だからこれもうすごいわ石川さゆりさん、ほんとね天才肌ですね。で天才肌かつこう努力されたりとか、あと遊び心もあるじゃないですか、好奇心もあると思うんですよね、うん、
その好奇心からこういろんな演奏いろいろ聞きましたけど、今までもジャズとかもね、うん、石川さゆりさんのジャズもいいからね、うん、何でもできちゃう。でも演歌とジャズって意外と共通するよな。確かに確かに、なんかねジャズシャンソンとかって意外と演歌歌う人ってこれやりがちよね。やっぱりコウさんが今言ってた民謡ってアドリブがいるよねみたいな話、うん、あったじゃないですか。ジャズはアドリブやからな、うん、だからやっぱり演歌上手い人のアドリブが上手いっていうことなんでしょうね、うん、そうやったら、うん、ジャズなんてもともとそうやもん、まあ、基本アドリブの世界ですもんねジャズなんて、うん、まあなんかブラックミュージックでそうやん、うん、結構その、ね、アドリブの世界でその一つのコードがあって、でそこに対しても適当にメロディーつけたりとか、あんまりそのメロディアスな感じの曲の方が逆に少ないっていうジャンルやから、うんうん、まあうん、いわゆるセッションみたいな感じの要素が強いですもんね。そう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 。だから例えばジェームズ・ブラウンとか、はいはいはい、ジェームズ・ブラウンなんかメロディー合ってないようなもんや。そうですね、うん、ゲットアップゲットアップステイン・ザ・シンレクセクシンゲットアップゲットアップってこんなんやろ。レクセクシンゲットアップゲットアップってでででで、あれ結構好きやねんけど俺でもなんやかんやでうまいっすねでもそれって実はそこも演歌と共通してたりするよなって、そのアドリブ力とそのなんか何でもない単純な音符1個に対していろいろ色をつけて表現するっていうところでは近いもんがあるよねっていう。ね、うん、なんかそういうのも分かってくるなと。石川さゆりさんを見てるとね、なんかそういう、あ、演歌とこういうものってつながるんだっていうところが非常に分かってきたりするんですよね。なんか全てのジャンルの音楽を凝縮したら石川さゆりさんっていう、うん、なんか公式ができてもおかしくないですよね。X、カッコ閉じ、Y、カスなんやかんや、何々の事情、っていう感じイコール石川さゆりみたいな。そう言っても過言ではないぐらいの、あるじゃないですか、うん、答えは石川さゆりさんでしたみたいな、うん、全部合わせたらみたいなねえ。でも石川さゆりさんってでも僕もちっちゃい頃見てたけど、ちっちゃい頃見てた時ってそういう人やと思ってなかったからね。いや私も思ってなかったですよ、うん、これがこういろいろこう YouTube とかで、うん、機会があって掘り返してみると、あ、こんなんもできんねや、あんなんもできんねやっていうのが結構いろいろあって、うん、振り幅すごすぎて、振り幅広いんですよね。いや私もあの椎名林檎さんのあの曲を新解釈でやってみたって、あの歌い方あれはエグかったな。狂気の表現やばすぎでしょみたいな、うん、息切ってる感がすごかったですし、ね、やっぱりなんかこう演じ切るのがすごい方なんだろうなと思って、うん、だからおそらくですけどこれ歌ってる時にやっぱり八代亜紀さんをちょっとこう自分の中に下ろしてからのみたいな、うん、っていうのもあったと思うんですよね、うん、本当に八代亜紀さんが中に入って石川さゆりさんの喉で歌ってみましたみたいな感覚。仮面ライダー伝王みたいな感じ。そうそうそう、なんかそんな感じじゃないですか。あの桃太郎が取り付く前はあのプレーンな仮面ライダーやねんけど、そうそうそう、プレーンなやつで桃太郎が取り付いたらこう割れてシュッシュッシュッてなんかそういう感じ。なるほどな、これ誰がわかんねんっていうでもそのためライダー知ってる人間からさ、あ、なるほどなるほどなと、仮面ライダー電話知ってる人はなるほどなってなるけどそう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 、変身みたいな感じでね。あ、でもそういうのってあると思うよ。女優さんってそうやん、うん、そう、ねえ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 、女優さんって仮面ライダーや、まあ言うたら、まあそうですね、変身やん、そうそうそう、変身ってシャキーンって変わってね、シャキーンって変わって、ね、その役に変身するわけやんか。石川さん仮面ライダーかもしれないね。確かに、ね、演歌界の仮面ライダーね、憑依させて、ね、そこに変身し、ね、そうそう、椎名林檎さんの曲の時も、で、あのルパン三世の、あ、はい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 、あの時ってすごいなんかこう、いや私はちょっとセクシーな、いや私はもう峰不二子が乗り移ったと思って見てたんで、うん、そうそう、峰不二子そう、おろして変身してってすごすごその考え方、その考え方いいよ、ランさん歌う時もほんまですね、誰か下ろすみたいなね、誰か下ろす気持ちでやんねん、あ、ね、この人下ろそうとか、ね、この曲の時この人下ろしてやってみようとか、それをいろいろやってみて、
やると結構息切った演技できるかもしれないね。そうですよね。あ、これええぞこの考え方。いや、ね、分かってても理屈は分かってても、うんうん、人間って言葉にしないと分からない時があるのよ。いや、そりゃそうですよ。でそれ一番分かりやすい ね、いつもその心に留めておこうとしたらな、うんうん、どういう考え方がいいんか、うんうん、あそうか、うんうん、歌う時は仮面ライダーかって覚えとけば、そうですね、もうこれでシャーンってどうして、そう変身した気持ちになれるよねっていう、ね、でそ変身して歌うねやって考えたら意外とできなかったものができるかもしれへんっていう。そうですよね。石川さゆりさんの前もすごい変身の度合いがちゃうけど、いやもうでもそれってそう変身する癖つけといたら歌い手ってひょっとしたら変わるかもしれないねって思った今、うんうん、いやでもいやこの船とマジでやばい、はい、ということで、はい、なんかわけのわからん話もいっぱい出ましたけど、そうですね、はい、でもあながち間違ってないかなっていう感じはします、うんうんうん、はい、ということで石川さゆりさんの、はい、船歌で、はい、八代亜紀さんのカバーしてる、はい、映像を見ましたということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。いいこと知ったね。そう、ランさんもライブするとき変身した気分になればいいな。変身ベルトつけてやりましょうかね。これからあの昔の仮面ライダー、この これ回るやつそっち古い旧型、そう旧型こう回るやつ今のカードとかじゃなくてじゃなくてこうこうやってからのこうやるやつみたいな、あれ一種類しか変身できへんからな。そか複数できんのは平成仮面ライダーぐらいからよ多分な。あんなにいろいろ何十個もできるやつって、ダブルのやつやって、ダブルのこうメモリスキーで、ね、メモリスキーピシッて刺してピシャーンってやってね。で俺が死ぬんやろ、死ぬってか倒れんやろ。倒れてヒューンって。で俺がランサに言う。そう、怖い怖い。いやまあなんですなー言うて。恐ろしい。間違えたー言って。しくったー言うて。でもなんかそれが。いろいろできる石川さゆりさんってやっぱすげえっすね。変身力が高いな。ねえ。上級の仮面ライダー。ね、はい、あ。そうか、石川さゆりさんは仮面ライダーか。ねえ。ああ、でもそのさらに前のもう仮面ライダーっぷりで言ったら山口百恵さんもやっぱり仮面ライダー。仮面ライダー。あの方ってまああの歌手もやって女優もやってるわけじゃないですか。うんうんうん、石川さゆりさんってあでもなんか女優、あでもちょこっとは出てたかな、ちょこっとは出てるにしても映画の主演やってるとかっていうレベルではないじゃないですか、歌手ですから、まあ、やっぱり歌い手っていうところで絶対女優やったらすごい、うん、すごい演技力だと思いますけどね。はあ、でも本当に八代亜紀さんを下ろしてるなっていう感じがすごいすごいあったんですよ。この歌い方とかなんだろうな、この目線だったりとか、うん、ねえ、だからイントロの時点で急になんかグッって曲の中に入り込んでる感じ、そうそうそう、まあそこであの変身ベルトくるくるくる回ってね、ここやってね、そうそうそう完全にスカーンと入ってすごいっすよね。あのイントロ大事なのかな、そのイントロで、あれってすごい大事だと思うね、イントロで入るのって。だからね、今の曲イントロ短いなあかんなって思いますよ、うん、本当。あそこでこう、ね、変身にもやっぱりちょっと時間かかるわけだから、うんうん、ね、あそこのイントロでこう変身作業をする、うんうん、歌い手さんにとっても必要ななんかあの助走期間っていう感じですよね、うん、あのイントロっていうのが、うん、ね、そこがやっぱね優れてるわ石川さゆりさんはね。うわすごいわ、なんかいろんな顔できるからな、あれすごいよ ね、どれが本当の石川さゆりさんやろうって一瞬思うんですけど、うん、そうそう、でも全部が本当の石川さゆりさんであって、うん、器用すぎるな器用すぎるなんだったらなんかあの10人ぐらいの歌手の能力もまとめた感じですよね、うん、本当に全部違うジャンルの人たち、うん、やっぱ歌の神様ついてらっしゃいますよね、ついてるよね、この方ね、はい、ということでお仕事でございました、ありがとうございます。